はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条もたるです。肌の再生医療というバイオ皮膚での治療を20年間やってきて気づいたことを動画にしております。今回の動画のタイトルはですね、日本人で最も若く見られる人の特徴を掴んでいる人を発見しましたということで、動画を撮ってまいりたいと思います。ただしですね、この注意点があってですね、私男ですので男目線がちょっと入ってるかもしれないですね。ただやっぱりその日本人で最も若く見られる人だとは思いますので、まあ、これ男目線でこういうふうに思ってるっていうことをお含みいただいた上で、最後までゆっくりご視聴よろしくお願いします。前に動画でですね、若く見られやすい人の特徴っていうので、はい、大先生の1、運動習慣がある、2、人の目にさらされている、3、自制心がある、セルフコントロールができる人ですね、はい、っていうような3つをこう挙げていただいたんですけど、それのトップオブトップを紹介しますというのをですね、おかわりタイムで以前お話ししたんですけど、はいはい、その方がですね、勝つこと三浦和義さんじゃないかと。確かにね、若いしかっこいいですよね。かっこいいです。56歳ですもんね。でも結構コメント欄ではですね、女性の何々さんじゃないかな、この人かなみたいなブワーってコメントがあったんですけど、いやいや皆さん違います、数をお忘れじゃないですかと。そうですねまあでもこの人が最も不思議なのが、この人紫外線バリバリ浴びてるんですけど、あれだけの若く見えるっていうのが、まあすごいなとは思うよね。だから紫外線 UV ケアやってくださいっていうのは、数を見るとあれって思ったりもするんだけどねまあでも若いですよね。若いですね、うん、はい。今日の特徴になぞらってですね、お話をしていきたいなというふうに思うんですけど、特徴1、運動習慣が、もう今56歳で現役のプロサッカー選手、ポルトガル2部ですから、うん、運動習慣どころじゃないですね、うん、運動がもう仕事になっている。仕事ですもんね、はい、で先日の7月25日に1年間の契約延長が決定したということで、はい、57歳まで確実に、はい、海外でのプロサッカー選手これギネスに乗るんじゃないですかねすごいですよね。すごいですよね、はい、っていうのがまず丸1ですね、はい、人の目にさらされている、もうこれも言わずもがなですね、うん、そうですね。15歳でブラジルでキャリアをスタートしている、もう40年間人の目にさらされ続け、プレーしてる、はい、メディアに追われ続けというような人生でございます。まるにもクリアしてるかなと、はい、で3の自制心があるっていうようなところで、これちょっと一つエピソードがありましてですね、毎年グアムでこう自主トレをして新年スタートするんですけど、朝5時40分から体幹のトレーニングから始まり、早朝午前午後の3部練習を行うと。うん、で食事面に関してもドレッシングっていうのをもともと使ってたのはやめて、オリーブオイルと塩にして。私もそうですね、オリーブオイルと塩うまい、マジでうまい、本当にそれだけで美味しい。揚げ物などは持ってのほかだった、うん、その日に撮る食事の写真を撮って栄養士に送って鍵を出すこともあった。鉄分が足りないと分かると1週間にわたって毎日、レバーだけをレストランに食べに行ったっていうぐらい、うん、こだわりにこだわりまくってるっていう、まあ運動選手は食事にこだわりますよね、どうしてもね。だって大谷翔平もホットドッグには何もつけないっていうもんね。体調管理の分、ここら辺も含めて多分、トップアスリートというゆえんだと思うんですが、年齢とともに低下する体力を考慮しエネルギーを生み出しやすい柔軟に変えたんです。その代わり驚くべきことに、毎日 4、5 回は体重や体脂肪を計測すると。そうですね、オタクですね。もうやっぱりこのぐらいになってプロでやるというのはちょっとオタッキーな要素が入るんでしょうね。なのでもう体重計を持ち歩いてます。変化していればそれを次の食事で改善しようとする、うんうんうん、体脂肪が低ければいいというわけではなく、今は2桁台をキープしていると。あ、1桁に行くともうダメだと思うよ。そうです、うん、体脂肪1桁はこうもうちょっと、まああまり言ってはいけないですけど、病的な部類に入ると思うよ、はい、で女性で2桁の前半っていうのも結構やばいと思うね。そうですね、体脂肪12、3%、15%でもやばいと思うね女性で、はい、
女性ホルモンってコレステロールから作られているので、脂肪というかコレステロール、まあ油ですよね、それが体になくなってくるとやっぱりその生理ズムっていうのも崩れるでしょうね。そうですね、まあ、一般の方我々でもこう真似ができるようなところなんですが、独自のキープの術もあると。それは私生活のスーツを着ること、プロの選手であるからには常にビシッとしていく、いけなきゃいけないという考えと同時に自分を奮い立たせ、さらに体の変化にも気づく気にも活用していると。あ、これは分かるような気がするな。スーツは着ないんですけど、体の線が出るような服は意図的に着るようにはしてる、はい、足も、はい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 、そうするとやっぱりなんか常に気づいてるので、それは思うかな。まあでもスーツは着ないな。なんかここら辺やっぱりちょっとこうバブリー感がありますよね。そうだね。まあ日本人で最もそうだね、かっこよく見られる人っていう感じかな。でも若いしね。私がこの動画で言いたかったのは、その外見だけっていうよりもやっぱり人の若さって総合点だと思うんですよね。総合的に見て。はい、やっぱり生き方とか、それから体型とか、皮膚の状態とか、笑ってシワが出てもいいんですけど、総合的に若く見えるっていうのをやっぱりお伝えしたかったです。そのために数を選んだっていうことなんですけども、外見だけなんか、アンドロイドのような顔で、綺麗にしてる人、まあ美容整形でね、そういう人は若く、若い顔とは思わないので、あえてこんな感じの人です。今日は意外な結果に終わったんですけど、あくまでもその男性目線というか、まあ、私の考える日本で最も一番若く見える人、まあ、憧れというかそういうような感じの人ですかね。まあ、今日は最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。また。